あとなんかこういう方面から突っ込みたいことありますか、うん、なんでこんなことなんでまだねこんなことえ、15年の間全然その揺らぐことなかった気持ちが。そんなことはないですよ、私だって。あ、ほんと。そうです、やっぱり長い、日本にいる。だってほら遠距離ってさ、今はスカイプだ、ビデオチャットだってあったけど、15年の前考えてくださいよ。そんなもんなかったんですからね。あ、今はじゃあ結構スカイプとかそういう。今だってだってただで顔が見れるじゃないですか。そうそうそう。昔はだって国際電話なんて、やっとコールバックができた頃で、ね、それまで国際電話高かったのが、ね、やっとコールバックでアメリカからかけたことにしてとか、自由にかけられるようになったけど、あの15年前はそうでもなくて、インターネットだって日本じゃまだまだそうなんじゃん、ね、うん、でしょ、うん、だからあの本当に、じゃあ手紙書いたりして、いやネットはあったから、だから、うん、大学はあって、大学ってのは、あ、そうか、大学はね、あのまだ日本ではまだ、うん、あの普通の人はネットがなくても、大学の人は、うん、そのアカウント持ってたんで、大学経由ってことで、うん、でそれであのやり取りはやってたし、ね、で電話もあのだから高かったから、今までみたい、今だったらだって携帯からかけたら大したことないじゃないですか。そんな感じで、ね、昔と違う、昔と考えたらね。だから遠距離のね、結構そうそうそう付き合いっていうのがしやすくなってますね。そうですね。だから昔は本当にだからそういった意味で電話しかなくって、で国際電話がめちゃ高かった、うん。今はだって本当にインターネットのおかげで顔見てただで話ができる。結構頻繁に話されるそうそう。それはそうですよ、うん。ただ時差があるからね、そうそうそう、ちょっと大変なの ね。あれがオーストラリアだったら楽だったんだけど ね。アメリカだとちょうどこっちが寝ようかなっていう向こうが起きてくるっていう感じで、なるほど、その、うん、ちょっと時差の時差があるのでそれがちょっとあれですけど、でも そういった意味では触れないけれども、うん、顔は見えるし声も聞けるしってことで、それはあのじゃあ最初の頃はじゃ あの浮気しそうになったことも、浮気っていうんじゃなくってだって最初の話はそこどうしてもリバースやっぱり、ね、なんだろうやっぱりね、寂しい時がある。それは心はそうなんだけど体はね、なんかもう2人そういう話してたから今結婚、どうせ結婚しましょうって話してるのになんで話がそんなことになるのか。いいじゃん、別に。本当は何でも、はい、でそろそろあの始めて2時間ぐらい経ったんですけども、まとめに入りましょうか。まとめられないです。まとめられない。まあそのまあ、あれですね、あの、まあ、やろうと思ったきっかけはお祝いをしようという感じ。違う、ずっと長くもう付き合ってて、で個人的にも7年前にこのイベントは、あ、これ、はい、このイベントはね、まあ、ローさんがお祝いをあ、そういう意味だったんですね、しようかとあれだったんですけど、はい、まあ、あの情勢変わりましたけども、はい、まあ、なんかすごくあのリアルに物事を捉えてらっしゃって、うん、まあ当事者ですからなんか、まあ、僕はそのとても漠然とほとんど考えたことがなかったところに、まあ、そういう具体的ないろいろな情報が注入されたという状態で、あのだから何か考えが変わるかとかそういうことがあるかもなっていうふうに思ってたんですけども、うん、まあ今日いきなりは起こらないと思う、うん、でもとりあえず、うん、ああそうかそうかって具体的にいろいろその体験が映像として自分の中に浮かびやすくはなったかなという感じのイベントではありました。うん、ローさんはどうでしょうか。私ですか。私はまだ何も聞き足りないと思ってねその後半のところも、後半のところがね、ちょっと個人的なところが、今までそういうのあんまり遠慮して聞いてなかったもんでね。よく言うよそれはじゃあだっていつも話さないって言うのいやだからこういう場では話してくれるかなと思ってちょっと思ってたのに、ね、回ってるしねそうですか、まあ楽しかったですね。はい、はい、あのどうも今日はこういった場を設けていただいて、まあ、自分がそのどう成婚したってあくまでも個人的なことなんで、まあ、仲のいい友達はあれだけども、まさかこういう形で知らない方が来てそこで話をするっていうのは全く思ってなかったんで、あの非常にあの個人的にはとってもいい機会で、こういうことができて本当に良かったです。だからその私に感謝してください。今度なんかあのキムチかなんか起こったら、いや、嫌がらせ、嫌がらせだね。食べに行きましょう辛いもん食べられないしっていうふうにも、本当にはい、なんか僕ね、すごいね、浜田さん気になるんだよね、やっぱりね。どうでした、なんかとりあえずね、結婚証明書持ってきたら持ってこいって、ね、だから見たい人はどうぞ、今日、はい、ちょっとぼわしてって書いてあるんで、ね、楽だった。聞いててどうでした。あ、最初思ってた、ね、NHK でやった時に、うん、